皆さんどうもです、ポルスです。今回はポルラジということで、なんか一気にね、大会の運営が危うい部分がねめっちゃ出てきたよね。スイッチカップしかり、 FNCS しかり、大会全体の規約しかり、なんかいろいろとバグってるところとか、それに伴った変更点とかも出てきたみたいで、それについてね喋っていこうかなと思います。まずスイッチカップめちゃめちゃバグってたらしいね。ゲームスタート時から一部の人が入れないっていうバグが起きてて、なぜかソロアリーナを一旦マッチメイキングして、その状態でスイッチカップにゲームモードを切り替えると入れるとかいうね、もう意味不明な大会のバグ対策参加の仕方があったらしいよね。すごいよな。俺はスイッチ持ってないから実際にはよくわからんかったんやけど、よくそんな技見つけたよね。そのせいでね、逆に今度はソロアリーナがマッチメイキングバグっちゃってできなくなるっていうね、もうぐちゃぐちゃな状態になっちゃってましたね。まあこのバグ自体の原因は後で言うとして、その対応ですよね。起こってしまったことは仕方がないし、まあちゃんとできてる人もおるんよね。 CCC の竹侍さんとか3位取ってたし、ガチすごいよな。トリオもソロも実績取ってるから、マジで超実力あるんだけど、まあできてる人はちゃんといるわけや、結果も出てしまってると。だからできてる人がやり直しやと逆にかわいそうになってきますよね。とは言っても普通はできるのにできなかった人もいるわけやから、まあそこはちゃんと救っていかないとやばいよね。ソロアリーナからやったら大会アクセスできるとか、それを知らん人ももちろんいるやろうし、まあもう一回やるのが無難な気はするんやけど、どうなるかはまだ発表されてないね。でも何かしらのお詫びはしますと公式ツイッターがツイートしてたんで、何かはあると思います。ただお詫びって書き方やと、やっぱりやり直しはなさそうな気もするよね。個人的にはもう一回できたらええねんけどなとは思うんやけどね。なんなら商品小分けにして毎週欲しいくらいよね。ちなみにスキン取れるボーダーポイントは76ポイントで、ポルスのスイッチカップボーダー予想がだいたい75ポイントくらいやったんで、ジャストヒットとはいかんかったけど、めっちゃ惜しかったね75ポイントが1021位からやったから、ほんまに惜しい。まあ予想が少しでも役に立ってたら嬉しいですね。もしもう一回あるんやったら、次は多分1000位78ポイントぐらいかなと思ってる。まああってほしいんやけど、どうなるかはわからない。でスイッチ大会がバグってた理由は、単純にスイッチ大会そのものがバグってるわけじゃなくて、なんか全体的に大会がバグってるらしいんですよね。アップデートが今週あったんやけど、それに伴い大会にアクセスできる人とできない人が生まれてしまったらしくて、まあ大会全体がバグってしまってると。で FNCS って2月4日からなんですよね。でも2月4日ってこの動画を出した今日木曜日やねんな。 FNCS アジアは金曜日からやのに、どういうことなんかというと、中東サーバーだけ日付が1日早いんですよね。だから中東だけ4日にあって、他の地域は5日からなんで、あってはいるんですよね。ただ FNCS 自体は確かに世界的に見れば中東が始まりやから4日からスタートなんですよね。だから2月4日スタート表記になってるんやけど、つまりこの動画の日にちからあるんですよね FNCS。 実際にはアジアは明日やけど、でもさっき言ってたスイッチカップのバグは昨日起きてると、もう間に合わないよね。残念ながら修復はもはや FNCS 中東の当日になってしまったから間に合わないと。だから FNCS1 週間ずれました。開始の週が来週からになりましたね。まあちょうどこのスケジュールの通り、2月のラストの週っていうのは空きが作られてたんで、仮にずれても、予選がずれても FNCS 決勝自体の曜日はずれないんじゃないかなとは思ってます。これはまだね、答えはわからねえけどね。もしこの空き時間の週までずらして FNCS グランドファイナルも1週間遅らせてしまったら、つまりそれはシーズン6開始が延期されたのとほとんど変わらないことやから、まあまあやばいよねそうなるとおそらく予備週が消えて、予選がそれぞれ1週間ずれるだけにはなって、準決勝決勝はいつも通りやると思うんやけど、まあ、今週はね、とりあえず FNCS はないので気をつけてください。あと金曜日の予選のラウンド1の時間も修正されていて、5時から8時やったのが6時から9時の3時間、1時間開始がずれてるんで注意してください。これもね、公式がツイートしてて、できるだけみんなの需要に合わせていきたいと。だから今後もどこか変更点が出てくるかもしれないですと言ってたんで、まあ、皆さんね、コツコツと公式の報告とか気にしておかないといけんね。まああんまりコロコロ変えてほしくはないんやけど、逆に言うとね、ちゃんと要望を聞いてくれてるという点ではめちゃめちゃありがたい話ではあるね。まあどっちがいいかはね、人それぞれやと思うんやけどね、まあ、金曜日やから夜更かししても大丈夫と考えたら、6時9時の方がありがたい人も多いんじゃないかなとは思う。逆に私学の人とか、土曜日授業がね、時期が時期やからできてしまってるところとかもあるやろうから、まあどっこいどっこいな気はするか。そしてまだね、違う話題があるんやけど、この警告見覚えある人、出てきた人いると思います。次の警告により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 競技での警告が通達されましたを受けています変な日本語やねんけどな。まあ単純に翻訳を通したんやろな。
不正なリスタート、迷惑行為を繰り返すとアカウントのアクセスを禁止されることがありますのでご注意くださいと出てきた人いるんじゃないかな。まあこれなんぞやというと、他の地域つまり海外サーバーの大会に出た人はこの警告が出てきている可能性が高いです。海外のペレカップとか海外のキャッシュカップとか、え、それっていいんじゃないのって思った人多いと思います。俺もいいと思ってたんやけど、実はこれダメみたいなんですよね。これは俺の動画でも海外サーバー出ていいよと、むしろスイッチの人とか海外サーバーめっちゃ逃げた取れちゃうよと、もう実績取り放題だよと言っちゃったので、それを知って海外サーバー行った方は申し訳ない。これはね、まあ俺の責任でもあるね。俺も中東のキャッシュカップとかも出てみたりしてたんで、まあそもそもなんでね海外サーバー行ってもいいよと俺が言ったのかと、その経緯を話すと、まあ、そのこと自体も前の動画で喋ったことあると思うんやけど、シーズン4はもともと海外サーバーで大会出るの禁止だったんですよね。例えばアイアンマンの1ミリオンカップの規約はこんな感じで書かれてて、まあもうちゃんと見たらわかるよね。2つ以上のサーバー地域から参加することは固く禁止されていますと書いていますね。でシーズン5になってリートがキャッシュカップに来たんですよね。エピックフェールとかも来てた。そこでまあ俺が思ったよ、シーズン4の規約はダメって書いてるのにこの人ら来てバンされへんのかええんかと思って、規約を見に行ったらシーズン5のキャッシュカップとかペレカップの規約がこの表記なんですよね。プレイヤーはいずれのセッションにおいてなんたらかんたらまでは全く一緒、問題は最後のところで2つ以上の地域参加不可が消されてるんですよね文章。これのせいで海外サーバー行ける、解禁されたっていろんなプレイヤーが思ったんやろうね。そう俺も思ったんですよね。この文章は消されたっていうことにすごい意味を感じるじゃん。消されたっていうのに意味を感じる文章がどうであれ。でも実際運営が意図していたことは他地域への参加は禁止続行ということでした。で海外サーバー出た方に警告メッセージが送られたという感じですね。これはちょっとね運営の伝え方も悪かったって運営自身も言ってるし、間違えても仕方がないことではあるかなと思います。だからバンはねされたわけではない、今後は出ないようにすれば OK、 警告なだけなんで、なんかこの時点でバンされてるとかアカウントロックされてるとかアクセスできになってるとかそんなことはないと思います。仮にバンされとったら警告文書の中に時間が書かれると思うんですよね。カウントダウンみたいなやつ、あなたは残りのその時間内はプレイできないよみたいなことが出てくる。下打ちしまくって報告受けまくったらそういうアカウントロック1日とか1週間とか受けちゃうね。まあ今回に関しては警告ということで、今後は海外サーバーは控えておきましょう。どうしても行きたい方はアジアに参加しなければいけるとは思う。海外サーバーがダメというよりかは同じ大会に2度以上出るのがダメっていう感じだと思うよね。キャッシュカップアジアとアメリカ2種類あるんじゃなくて、単純に同じ大会やけど時間がずれてるだけやからね。だから1個の大会ではあるんですよね。その1つには1回の参加のみ、つまり逆に言うとアジアに出なければまだ出てない状態やから、海外サーバーでプレー自体は構わないとは思います。まあ怖かったらねおとなしくアジアの大会で頑張ることがいい。まあおそらく今後はリートたちアジアには来ないんで、嬉しいような寂しいようなって感じやな。そういう気分ではありますね。スイッチカップ FNCS 大会規約といろいろ喋ったけど、今後もね何かあったら伝えていきたいなと思います。情報系に偏ってしまってるんやけど、普通のラジオもやりたいんで、ぜひなんかコメントとか質問あったらぜひぜひ YouTube に書いてくれると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。